皆さんこんばんは。私は SM と催眠術と心理学をやっている長富屋です。今日は私の友人にお二人お越しいただいて SM についていろいろとお話をしていきたいと思います。皆さんはじめまして。都内の SM クラブで M 城が基本なんですけれども、スイッチャーとしても活動してますし、また金箔モデルなどをやっている屋敷蓮香と申します。よろしくお願いします。皆さんはじめまして、都内の SM クラブで、S 城として、女王様をしております青です。よろしくお願いします。M 城でスイッチャーって、そのなんか SM の中って S とか M とかスイッチャーって言って、ここ私と青さんは S なんですけど、蓮香さんは M 字でスイッチャー、そしてニューハーフなんですよね。そうですね。ちょっと多分一番分かりづらい立ち位置だと思うんですけど、ややこしいですね。そうそう、 M ってなんとなくまあサードとかマーソンとかで M って分かるって安いと思うんですけど、スイッチャーっていうのは多分見た人は何だかよく分からないと思うんですよね。スイッチャーっていうのは基本的には SM の場合 SM、まあ、S が攻める方、 M が受ける方っていうふうに分かれるんですけれども、私は基本が受ける方だけど S 攻める方もできますよと、まあ、それも別に嫌いやいややるわけではなく、まあ、楽しんでやることができますよっていうジャンルがスイッチャーになります。基本多分両方できる人のことをスイッチャーっていうことが多いと思うんですけど、蓮香さんはその基本はマゾ M と言われる人で、まあ時々サドになる。逆の人もいますよね。基本は S サド攻める側だけど、たまに M になってもいいよってスイッチャーの人もいます。あとなんか先ほど自己紹介でニューハーフって言ってたんですけど、私もちょっと知らなかったので一回聞いたことがあったと思うんですけど、ニューハーフっていうのと女装をしている人って区別がつきづらいんですけど、そのニューハーフってジャンルって何ですか？ニューハーフと女装っていうか、まあ、今の時代になってできた言葉になってできたわけではないですけれども、まあ、今の時代よく言われるのが MTF、 メールトゥフィメールと女装さん、これをまあクロスレッサーさんっていうんですけれども、まあ、それが基本的に2つあります。で MTF に関してはまあいろいろな医療行為だとか身体行為などで、まあ、基本的には片道でまあ男性に戻ることはないっていうのが MTF になります。要するにトランスジェンダーって言って体もとか戸籍の変更とかそういったことも含めてって、そうです、不可逆的な、うんうん、でクロスドレッサーさんに関しては、まあ、基本的に通常は男性、はい、まあ、今回は私を基準ながらまあ男性で、ね、逆もあるとは思いますけども、はいはい、まあ、男性です。で、まあ、都合に合わせて、まあ、本人の趣味であったりそういったところで活動されるのはクロスドレッサーさんですね。そのクロスドレッサーって言われる人がいわゆるみんなが女装って言われるジャンルの人ですね。あの異性層、ね、あ異性層、うん、クロスドレッサーさん、ね、その中で、まあ、その MTF クロスドレッサーさん問わずに、その中で性を基本的に売り物っていうか、性の生産業に携わる部類をニューハーフって通常は呼ぶんですよね。それは生産業、要するに、まあ、飲み屋さんだったり水商売とか SM クラブとか、そういった中で活動される方の職業名みたいなことですね。そうですね。じゃあ私たちの S 女が例えば仕事 になった場合、職業上女王様と呼ばれたりするのと同じような、ニューハーフという職業名みたいな。そうです、そうです。青さんは女王様でいらっしゃいますね。サディストって、サディストですね。はい、もともと、もともとプライベートでも S をやってたんですけど、 S として活動してたんですけど、まあ、それがまあ仕事にできたらいいなと思って、うん、そのまま仕事にしちゃった感じです。サジストもいろいろあって、私も青さんもサジストなんですけど、はい、ちょっと立ち位置というか、はい、その サジスト行為、はい、可逆行為に対する向き合い方がちょっと違っていて、うん、はい、私はドミナントって言われるサジストなんですよ、はい、
ドミナントっていうのは支配をする、はい、支配したい、コントロールしたい、はいはい、で私の可逆は愛情表現なので、はい、好きーバーンみたいな好きーバンバーンみたいな なんですよ。その愛で支配した、うん、その愛情表現が私にとって可逆なんですけど、はい、アオさんはちょっと違うんですよ ね、 そうですね。どちらかというとバンバン好きーっていうか、どっちかというとバンバンが好き、バンバンが好き相手の存在じゃなくてそう、どちらかというとバンバンしてる行為そのものが好き。ああ、うん、もう本当の今サディストです。可逆そのものが好きなサディストですよね。だからドミナント、その愛情が基本あって可逆があるわけじゃなくて、可逆がもうベースってことですもんね、はい、可逆そのものがね、はい、好きってことですよね。そうですね。どういう気持ちですか、可逆してる時。ああ、でも、もう、あの、超笑顔っていうのが好き。分かる、それは分かる。あの、私がサディストですって、私のサディストって、なんで職業に出てきたかって、あの、愛情じゃなくて、あの、誰に対してでもできる行為かだからなんですよ。なるほど。はい、なんか愛情表現だったら好きな人にしかやりたくないっていう人もいるじゃないですか、でも私は結構誰彼構わず可逆ができればいいって思ってるので、だから職業としてもできます。ある意味プロサディストみたいな、ね、そうなんです。あ、それは例えすごい分かりやすい。だからそのあのもうあの例えお客様でも全力で殴ることができますし、まあ、知ってる人でも殴ることもできますし、その人に対して好き嫌いは特にベースとしてないってことですね、はいはい、皆平等ってことですね。そう、平等にフラットに、まあ、殴る蹴るが、うん、殴る蹴る無知で打つ何でもできます、うんうん、確かに好きな人が泣き叫んでるところの方が確かに好感度としては上なんですけど、別に殴る蹴る、うんだけで見ればどんな人に対してでも知らない人相手でもできます。蓮華さんはマゾヒストって、ね、そうですね。マゾの人はよく聞かれると思うんですけど、ね、痛いことが好きなんですか。そうですね、ね、そう多分これ好きかどうかでストレートに言われると難しいんですけれども、好きっていうよりその状態を楽しんでるような感じですよね、その責められてる状態を楽しむ、いろんな方いると思いますよ、だけど私の場合はその責められてるその瞬間状態を楽しんでるような感じですね。私と青さんはさっきそのドミナントの S で、本当のプロのサディスト、純粋なサディストだよっていうその S だっていう話を、その蓮華さん先ほどそのスイッチャーで作動の行為もするっていう、そういう時の S って自分の中でどういう S ですか。その時はこうお相手を見ながら、まあ、自分も自身もいろんな経験はしてますから、まあ、こういうことされたいんだろうなっていう思いのもとに、まあ、相手が喜んでくれるっていうところが基本です。だから本当は典型的なサービスの S ですね。そういうのをこなすっているような形ですね。じゃあここ3人とも S 行為を例えば同じことをやっていたとしても、外からは同じに見えても、ここはもう本当にサディスト、ここはサービスの S、 私はドミナントです。みんなそれぞれ違うわけですよね。マゾの人でもそのS が例えばドミナントの人がいるように、マゾの人もそういう人っています。そういう人っていう、あの例えば支配し、支配、ドミナント、そうそう、サブの、ね、マゾ人じゃなくてサブミッシブの方ですね、はい、私がまあそれに近いでは近いですよね。やっぱり比較的こう、する方がされることとしたいように、受け切りたいっていう基本がありますから、だから私はまあそのサブミッシブのタイプのマゾヒストには近いと思いますね、サブミッシブっていうのはですね、私がドミナントであって、その、ね、その逆ですね、主従関係、支配されたい側ですよね、ですね、ですねマゾ的な、ですね、マゾヒストっていうのはいわゆる痛み、可逆されることに性的興奮を受けると思うんですけど、マゾヒストの中にもその好きな人、愛情表現のしてそれを受け取りたいって人がいるってことですよね。そうです、そうです、うん、それって例えば気持ちが違いますか、その行為だけをしている時と。あ、やっぱりこう
違いますね。奥に深く入るとき、単純にこう痛みで責められてるときっていうのはやっぱ違ってきますね。相手の思いっていうのはやっぱり、まあ、本当に感じてるかどうかちょっとわからないところありますけど、実際にこう相手の気持ちを感じたような雰囲気でより深く気持ちが入る、入らないっていうのはやっぱりありますね。さっき青さんがその純粋に可逆行為が好きだから、はい、その行為に対してはフラットだっておっしゃってたじゃないですか、はいはい、ただ逆にもしかしたら本当に純粋な迷子の人って誰にされてもなんか気持ちいいのかな、はい、そこをちょっと今ここがに魔女が、はい、いないので、いないで、そういう魔女がいないから最近でもその S とか M とかって言ってもいろいろちょっと幅が広くなってきて、はい、M って魔女ですって言ってもこうみんなが多分みんな嫌がる、ここにいるメンバーはみんな嫌がる受け身で気持ちよくしてほしい魔女、うん、自称魔女ってみんなが言う、それは魔女じゃなくてマグロってやつですねきついなきついな、確かに。いやマグロさんでも私の場合はいいんですよ、うん、あの相手がそれで楽しめばいいわけだから私の場合はそういう方でも対応はできるというか、言い方悪いけど対応はできる、そかそか、はい、楽しんでいただくことが一番なので、そか一番ある意味幅広いかも。そうですね、私はどうなんでしょう、まあできますよ、いろいろな技を持ってるので、うん、気持ちよくさせるだけオンリーでもできはしますけど、うん、あの可逆にそれは判定として入らないので S としての気持ちは満たされない。ああそれは、うん、そうそうそうかもしれない、うんうん、だから本当だって私の中での一番 の S として、うん、あの気分がいいって思うのはやっぱり殴ったりとか蹴ったりとか、うん、純粋に痛めつけるところがやっぱり来るので、うんうんうん、そういう意味では気持ちよくさせるんだったらそれは S として求めないでくれ私をって思ってます。そのどう求められたらそれを気分よく提供できますか。そうですね、単純になんか普通になんか気持ちいいことをしたいってただ単に伝えてくれればいいです。あだったら気分よくできます。あ、はい、まあ積極的にやるとは限らないですけど、私も仕事でだったらやるかなっていうぐらいで、そんなに気分は良くないかな、うん、でもその気持ちいいことだけしてほしいっていう M の人に対応する S の S 女って言われる、まあ、いわゆる地女って言われる人たちもやっぱりいるので、外側から見ると S とか M とかってその2種類しかないように見えると思うんですけど、こうやってこうねいろんな実はこういろんなそこに性癖とか気持ちの持ち方とかがあるんだよっていうことがちょっと今この3人で話をしてみたんですけど、ちょっと今日この話を聞いて S とか M とかその痛いことするされるだけじゃなくていろんな世界があるんだなっていうので、その SM とかちょっと変わった性癖の世界に興味を持ってもらえたらいいなって思ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。長友美也でした。屋敷蓮華でした。青です。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。TOKYO BORDERLESS TV